日本の未来がかかってるから、農業というのはそういう国土保全、環境保全、もしくは国防も含めた食っていうものを含めて、これ非常に不可欠な重要な産業なんだなっていうのが入った上で、じゃあ自分たちはその農地を使ってどういう経済活動をしますかっていうふうにならなきゃいけない。もうここには親が農家だからとか、もう俺みたいに、親から農業しろって言ったら渋々農業するとかっていう風な世界とは全く違う本当の意味での、農業人材育成なわけですよね。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美術会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの方を一緒に耕していきましょう。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。農大の先生からのご質問で、どうすれば未来の農家を育てることができるでしょうかっていうね、この第2弾をねお届けしたいと思います。まあ、その前にちょっとお知らせですけど、まあ、第24回農美術セミナー8月の12日、また金曜日のね19時からですけど、これオンラインでやります。あの Zoom を使ってですね、テーマがデジタル農業ですよ。来ましたね。これスマート農業と混同される方いらっしゃるんですけど、スマート農業ではなく、むしろスマート農業よりももっともっと本質的な話、もっともっとリアルに我々農家に大事な話をしたいと思います。まあ、そもそもね、デジタルなんて関係ねえよ、俺なんて別にね農業とデジタル農業関係ないよって言うけど、まあまあ、あと10年したら農業をやめるって方はもうあんまり関係ないかもしれないです。ただこれから10年以上やろうと思う人は、今のうちからやっておかなければならないことがあるんです。これがデジタル化なんですよね。まあ、この辺の話ちょっとね詳しくしようと思ってますので、ぜひ、ね皆さん方もあのお申し込みいただきたいと思います。お申し込み方法2つ。まあ、定期的にね農美人セミナー月1回やりますんで、まあ、定期的にも参加したいよって方はですね、農美人 VIP 会員というのにねお申し込みいただければ、もう自動的に、セミナーに参加できます。そしていやいや、もうその都度その都度ちょっと興味あるやつだけ参加したいよって方は、まあ、普通に農美人セミナー、受講券っていうのをね、まあ購入いただければ参加いただくことになっています。お申し込みはこの概要欄にね、貼り付けていますので、そちらからお申し込みいただきたいと思っています。さあそれでは、本日のテーマ、農大先生からどうすれば未来の農家育てることができるでしょうかと。これね前回ね、まあ僕もいっぱい喋りました。まあ、散々ねもう農大関係者の人にはね、もうこんなこと言っていいのかなっていうところまでちょっと踏み込みましたけど、もうこれ決してね悪気があって言ってるんじゃない、僕も本当に農業業界を明るく照らしたいという思いで語ってます。ただ僕もやっぱり一方的な考え方があるから、決して私が言ってるのが全て合ってるとは思いません。ただ、あ、山下そんな考え方なんだなっていう、こういうふうにまあご理解いただきたい。ですからクレームは一切受け付けませんので、まあ、もし何かしらねクレームとか言いたいことがあればですね、ぜひ農美人 VIP 会員になっていただくと、あの月1回あの オンラインライブ相談会というのをやってます。いわゆる直接ね話やり取りして、これからの未来の農業をね、明るく照らすような、まあ、議論ディスカッション、まあオンライン飲み会みたいなことをやってますんで、まあ、そちら参加いただきたいと思います。さあそれでは早速、まあ、前回の復習なんですけども、まずこの三大成功農家っていうね、NOY っていうね、この人たちがどのくらい、普通の農業と違ってたか、でその、売り上げが5億から15億を売り上げて、まあ、農業所得が、まあね、フェラーリをね1台毎年ね2台も3台も買えるような、利益を上げてる人たちはどんな特徴があるかって言ったらびっくりですよね。そもそも学歴はないわ、親と違う作物は作るわ、まあ20代で経営を始めてるわ、もう農業は一切語らないわ、表に出ないわ、もうまるっきり逆のことをやってたんだって話をね実はしました。それと、まあ、農大の教育っていうのはどうしてもね、あの公務員の方がやられているので、やっぱり経営を教えなきゃいけない、ビジネスを教えなきゃいけないっていう風な、農業を自営業として捉えると、やっぱり限界があるんだっていうことなんですね。でそこで、私も、農大にね、在籍はしていたものの、農大を、まあ、ギリギリ卒業しました。もう出席日数が足らなかったから、まあ、そういうね決してね、自慢できるような話はなかったけど、まあいい意味で一般的な農業の常識の世界に染まらなかったんですよ。でそれに染まらなかったおかげで、社会に出たらこの NOY の人たちに出会って、いいか山下と、ね、どれだけかっこいいこと言っても金が稼げなければ持続できないんだぞという、この社会の現実を農大を卒業してから教えてもらって、それがスーッと入ってきたから、まあ、ちょっと普通の農家とは違ったんだけど、社会の現実に合わせる農業をやってきたつもりなんです。でおかげさまで私も、まあ、どん底も味わいましたけれども、まあ、成功していったということになります。
さあそこでじゃあ今の農業の、ね、農大の教育が間違ってるのかって言ったらもうそういうことではないんです。ただ限界があるっていうのは否めないっていうふうに感じています。じゃあ具体的にじゃあ、今の農業教育、農業者教育、若手農業者教育の時に何を教えればいいのかって話が、まあ、今日の後半の話になるんですけども、今企業や社会が求める人材はってことなんですけど、これもねもう衝撃的な話をするとですね、これも答え言いますよ。結論言うとですね、商業を学ぶんです、いやいやいや今なんつった、商業つった、商業を学ぶって今農大の話してるから、農大の話してるのに商業を学ぶってどういうことってもう疑問がいっぱいの方たくさんいらっしゃったと思うんですけども、いや先ほどね前回お話した通り、このトップクラスの農業法人の社長は農大生は雇わないって言っちゃったんですよ。なんで農大生を雇わないって言ったかって言ったら、農大生を雇ったところでいわゆる商売気もないしっていう風な話になるわけです。やっぱり商売気があって、社長はもうちょっとガツガツ儲かりましょうよっていうような人材が欲しいのに、私は種をまくのが好きです、お花を育てるのが好きですっていう風に、そういうなんていうかな、作ることが好きな人って、もうもちろんそういう人も大事よ、大事なんだけれども、もっと社長これちょっと経費かかりすぎて、ここ経費削ってもうちょっと利益上げましょうよ、そしてみんなで儲かりましょうよ、なんかそういう鼻息の荒いやつがこういう叩き上げで、ね、ゼロから始めて十何億の会社を作った人たちっていうのは、そういう鼻息の荒い人が欲しいんだけど、その人たちってやっぱ商業ビジネス、あのビジネス感覚っていうかね、商業感覚っていうかね、そういうのが欲しいんですよね。だからなんか何て言うかな、黙っててコミュニケーションも取れない、なんか挨拶もできない、なんか何て言うのかな、なんか叩いても響かない、なんか報告連絡するかもしれないっていうふうな、なんかそういうなんか人って農業向いてないんですよ本当は、いや栽培するだけならいいですよ、で栽培するだけもいいけども、やっぱせめて報告連絡相談はしなきゃいけないし、そのなんか社会にねいまいち馴染まないような方がね、そんな、農業だったらいいだろうって、そんなばっかり集まってきたって、要は物はできてもお金は生まないんですよね。だからこの商業農家になってもらわないと本当は困るんです。本当はですよ、本当は商業農家っていうのになってもらわないと困るんだけど、でもですね、ここからなんですよね、日本の教育、まあ日本の教育を僕が語るのはおこがましいんですけども、商業農家、いわゆるビジネス農家を育てるっていうふうにはですね、おそらくいかないんですよね、というかいけないんですよね。なんでかっていうと、今の日本のこの農業者教育っていうのは、この耕作者教育なんです。耕作者、耕す人を教育、育てるっていう風な意味がちょっと大きいんですよね。商業者教育をやってしまう、やらずにこの耕作者教育をやるっていう風に大きく方向がそこである以上、どうしても今の農業教育っていうのはここからもういけないんですよ。これ僕の持論ですよ。じゃあなぜ耕作者教育が必要なのかって言ったら、これはまたね他の動画でも話した通り、国は一体何をやってるのかというと、国は国土を守る、耕作地を守る、食を守る、国民の、が飢えないように、政策を取るっていうのが目標目的なんですよね。でそのために必要なのが農家農民なんですよ。これはもうもう仕方ないです、そういうふうになってますから、だから国が国土を守り、耕地を守り、それは食の確保であり、国土の安全、いわゆる環境の環境保全であり、もしくは防衛でもあるっていうふうな、この戦略っていう国策っていうのがありますから、その国策の一部を担うのが農家農民であれば、この農家農民が商業を学んでビジネス感覚を身につけて、ああだったら俺は種をまく側よりも仕入れてそれを売るビジネスの方がいいやって、もし全員がそんな風になってしまったら困るんですよ。なんでかというと、やっぱりクワを持って手に泥をつけて耕す、工作人っていうのがやっぱりきついし、それが嫌だと、もうこんな泥まみれになるのが嫌だってなってしまったら、本当にじゃあ誰が行動を工作するんですかってなるじゃないですか。
だからこういうふうに商業的な話、ビジネス的な話、いわゆる二次産業、三次産業、四次産業の話をバンバン教育することによって、やっぱり賢い人、まあ賢い人って言ったらちょっと語弊があるな、なんかそっちの方がいいなって思う人がやっぱり何割かいらっしゃるじゃないですか。でその人たちが、おお、なんだ、俺自分で種まくより人に種まかせようとか、種まいてできた農産物を俺が流通させようと、こっちの方が手っ取り早いじゃないかっていうふうに商業マインドがあまりにも生まれてもらったら成り立たないんですよ。この農業っていうのが、日本の農業っていうのが成り立たない。だからみんな商業学びましょう、商業学びましょうっていうわけにはいかないんですよ。ところがただ耕作をする人、ただ畑を耕す人っていう人をたくさん作ったところで、今度は企業や、社会や、農業法人は、いや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 、お前耕すだけが仕事じゃないんだぞ、頭使えよ、脳を耕せよ、そしてもっとアイデアをくれよ、そして積極的にやれよ、コミュニケーションを取れよ、もうちょっと金の感情をしろよっていう人材を企業や社会が求めてるんですよ。なんとなく分かっていただきました。だから農大でやろうとしている工作人をたくさん生もうとしている教育ベースと、社会が求めている商業ビジネスベースの人材に乖離があるんですよね。そういうのに気づいた NOY みたいな三大成功農家っていうのは、農大卒は雇うなよってなんかなっちゃうんですよ。なんとなくなっちゃうんですよ。これもう本当ね、誰が悪いじゃないですからね、これ批判してるんじゃないですかね、気をつけてくださいね。さあ、じゃあ最後ですね、じゃあ具体的に何を教えればいいのかって話、具体的です。具体的にもし僕が農大の校長先生、まあまあなることはないけど、僕が農大ので、毎年地元の、ね、農大では、地域農業論じゃなかった農業ビジネス、じゃアグリビジネス論っていうのは私がいつも担当させて、毎年、講義させてもらってるんですけど、そこで話しているのはですね、まあ主に4つあって、まず1つはお金のリテラシーですね。お金、いわゆるこの社会の現実を知るためにはお金の話、経済の話も徹底的にしなきゃいけないです。で私も農大で講義するときに経済の話を山ほどします。ところがね、もう一回校長室に授業が終わった後、校長先生から呼び出されて、これ山下先生さ、あんまり金金言わないでくれるって、まあ、校長先生から言われて、ああやっぱそうか、でも金の話、経済の話をしっかり教えていけないと、子どもたちは社会の現実を知りたいんですよ。で農大で教えなくても、今インターネットとかでバンバン情報が入ってきてる中で、なんで農大でだけその本当の話を教えないんだって話なんです。だからしっかりとお金のリテラシーを上げるっていうことがもう非常に大事になります。そして先ほどあった通り、農業の役割は何かっていうのはやっぱちゃんと教えてあげるべきなんです。先ほど僕がお話した通り、やっぱり国っていうものが成り立つためにはって、日本っていうものが成り立つためにはっていうふうに、日本の、経済社会、そして政治、そして、環境技術、そういったものをですね、しっかり日本っていうものをやっぱ捉えて教えてあげるべきだと思うんですよね。で日本が今生きていくためには、1800万ヘクタールの中にたった450万ヘクタールしか国土高地がないんだと。この国土高地がなくなることによって、もしここが耕作地が荒れたりしたならば、当然農産物ができないと。で今、日本の1億2000万人のカロリーベースで食を供給するためには、どうしてもこの400万ヘクタールというのが必要なんだと。これをまず教えなきゃいけないんです。だからこの400万ヘクタールを誰が耕作しなければ、日本という国は本当にこれ以上、カロリーベースで、輸入農産物っていうものに頼らざるを得ないと。でももし今回みたいにロシアウクライナ情勢みたいな有事があった時に、もし我々に、農産物の、輸入するっていうこのパイプラインが閉ざされた時は、日本は本当に、なんか籠城しなきゃいけないと、兵糧攻めに遭うようなもんですよね。でそういう状況にならないために、我々は自作でカロリーを産出するためのそのインフラ、つまりそのインフラと農地のことね、その農地っていうものはどうしても死守しなきゃいけない。これは国防に通じる問題なんだよ。その、工作活動を担うのが君たちなんだ。そこまで言うと、もう志高くないですか、誇り高くないですか。もう金にならなくても、まあ、これもおかしな話なんだけど、お金にならなくても畑を維持するっていうことがどれだけ社会的に重要なことかって分かりますよね。だから
米が余ってるから米なんてもう作んないよって、まあ僕もそうですよ。だけどそんな風に考えるんじゃなくて、確かに米は余ってる、確かに小麦も余ってるけども、じゃあ余ってるからといって何も工作せずにほったらかしにしたならば、この日本はどうなるか考えたことあるかって、こういう話をするのが僕は教育だと思うんですよ。どうです、そう思いません？まあまあそんな風に日本のこの国っていう、この何ちゃかな、国土保全とか環境保全とか、非常にその役割っていうものが大きいから、この役割を一人一人に植え付けるんですよ。でなぜそれを植え付けなきゃいけないかというと、実はですね、これもう皆さん方もご存知だと思いますけど、人には価値観というのがあって、この価値観というのがなんと18歳から22歳の間に形成されるんですよ。つまりちょうど大学に行ってるこの4年間で、その人にとって何が大事なのかっていうのが植え付けられるんです。だから農大に行ってるこの4年間、高校卒業してから大学を卒業するこの4年間で、めちゃくちゃその人にとって大事なもの、ね、自分の好きなタイプ、自分の好きな色、職業観、仕事観、人生観、いろんなものが形成されるんですよ。その大事な大事な大事な時期に、私も教育者の一人とするならば、その18歳から22歳までの人たちに何をどう伝えてあげるのかって、これもむちゃくちゃ大事なんです。これこそが人材育成なんですよね。それにちょうど当てはまるこの農大統科の時期に、ここに非常に大事な、まず日本の成り立ち、日本経済の成り立ち、日本政府の考え方っていう、この日本の農業というもののこの社会の現実をとにかく教えてあげるんですよね。で教えてあげることによって、その人たちっていうのは、そうか、日本の未来がかかってるから、農業というのはそういう国土保全、環境保全、もしくは国防も含めた食っていうものも含めて、これ非常に不可欠な重要な産業なんだなっていうのが入った上で、じゃあ自分たちはその農地を使ってどういう経済活動をしますかっていうふうにならなきゃいけない。もうここには親が農家だからとか、もう俺みたいに、親から農業しろって言ったら渋々農業するとかっていう風な世界とは全く違う本当の意味での、農業人材育成なわけですよね。いかがです？なんかちょっと熱っぽく喋ってますけど、俺こういう教育をね、ぜひねやってほしいなと思ってます。そして3つ目が他産業との比較ですね。どうしても農業業界は農業業界だけで、農業業界の中だけの完結した話になりがちなんですけれども、いいか、あと君たちが18歳、20歳、そして30歳になった時に、君たちは農業業界にいるけど、農業業界以外の人たちっていうのはどんな風になるのかっていうのを自分たちで想像しようと、君たちはその人たちと同等もしくは同じように社会を生きていかなければいけないのから、俺は農家だから関係ないよ、俺は農家だからそんなこと知らなくてもいいよ、じゃあダメだぞと。ちゃんと世の中はデジタル化が進んでいくし、新しい、社会に順応していくような社会に行ってるにもかかわらず、いい君たちは農家だからそんなこと知らなくていい、じゃなくてデジタル社会になるんだよ、 NFT とか分かってる、これからのメタバースに対応できるようになってるっていうふうに、ね、パソコン使えなくて当たり前、スマホ使えなくて当たり前って、そういう教育じゃダメなんですよ。そもそも、農大に Wi-Fi が通ってない時代で、なんかもうバカにしてますよね、これからの未来の人材育成をね。もう Wi-Fi が通ってないなんて、このデジタル社会にもう何時の、刃を突きつけてるようなもんですよね。もうこのくらい農業の人材のに対しての、リテラシーがやっぱり低いって僕は思ってるんですよ。もう同等、上を行く人なんか、せめて世の中と同等であるべき、特別なことを言ってないんです。だから他産業のことを言わなきゃいけない。でもここにもまた限界があるんですよ。農政課という、農業の、世界にだけいる公務員の人たちが農大のところで教鞭を取っている以上、それは商業の話も知らなければ、世界の話も知らなければっていうふうに、なかなか教科書上の基準でしか、教育ができない。でその教育に子どもたちが目をキラキラさせてワクワクしますかってことなんですよ。いや、しないでしょうね。またなんかこのおじさん言ってるよぐらいの目線でしか見られてないんですよ。だから本当に若い世代を、こう道筋を作っていくためには、本当に現場で活躍している人たちのリアルな声、社会の現実っていうものを、極力ね、伝えていただきたいと思ってます。そして最後はですね、職種です。職種いいですか。日本の教育っていうのは、一般的な総合職教育なんですよ。そして、いい大学に入って、いい企業に入って、そして、一旦就職した後、総合職になっていろんなところに配置されるっていう風な総合職教育になってるんです。ところが今世界ではジョブ型といって、
あなたは何の専門家ですかっていうふうにどん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 その人のアイデンティティというかね、個性というものを生かした人生設計をするように今社会はなっていますよね。で、日本だけがなんか一般職で一通りフラットになってるんですよね。だから僕は大学もしくは高校中学の段階でもそうなんですけれども、職種っていうものをやっぱり教えてあげるべきなんです。いい大学、いい企業ってなんだそれはとね、じゃあ今までいい企業と言われてた、例えばシャープに東芝にっていう風にね言ってたところが、今ではねもう日本の企業じゃなくなったりとか、成績が落ちたりとか、今までなんじゃこの会社はって言われたところが伸びたりとか、いい企業とかっていうやっぱり概念をやっぱ外さなきゃいけない。それよりあなたが一番得意なものは何かっていうものをやっぱり吸い上げてあげる。じゃあ例えばですね、職種って何かというと、一つは経営、そして営業、マーケティング、デザイン、企画、計画、分析、財務、経理、マネジメント、人材育成、研究開発、生産製造などなど、あなたが得意な、今お話したあなたが得意分野、この得意分野を生かすっていうふうなのが非常に豊かな人生につながるんだ。この辺もねぜひ教えてほしいんです。じゃあ農業というのは一体何なのかっていうふうに遡った時に、実は農業すごいですよ。今お話した経営、営業、マーケティング、デザイン、企画、計画、分析、財務、経理、マネジメント、人材育成、研究開発、生産製造、これらを実は全部できるようにならなきゃいけないんですよ。そんなに一遍のことやらなきゃいけないの？そんな農業って難しい。そうなんですよ。そのくらい農業っていうのは超難しいんですよ。超難しいんですよ。むちゃくちゃレベル高いことやってるんですよ。だからその社会の現実を農大の学生に教えてあげて、それの時にもうビビらせるだけビビらせて、だからこの2年間でしっかりあなたたちは学びなさいよって、そういう教育をねぜひやっていただきたいなっていうのがね、まあ、私の持論なんです。はい、ということで、まあ、非常にねなんか話長くなっちゃいましたし、熱く語っちゃいましたけれども、やっぱり本当にこれからの日本の農業を支える、まあ、今の金の卵と言われている18から22歳までのこの間の若者たちが、これからの10年先20年先の、まあ、農業人材のトップになるわけですよ。その人たちに一番影響を与えることができるのはやはり僕は農大だと思ってます。そしてもし、まあ、ワンチャン今20代の方がね聞いてくださってるのであるならば、僕もその、まあ、YouTube っていう形で、片棒をね担がせていただいているのかもしれません。まあ、各地のセミナー講演、もしくはもしね大学に行く機会があれば、まあ、こういった話を踏まえて、まあ、一生懸命ね、ちょっと厳しい話になるかもしれませんけども、今の若者ちょうど今価値観が形成されている時、この価値観が決まる時に本当にみんなが真剣に考えなきゃいけない、あなたたちのこれからの人生を真剣に考えなきゃいけないのは何なのか、そのためには今何を学ばなきゃいけないのか、答えは社会の現実なんですよ。社会の現実をしっかり捉えて、自分で気づいて自分で立ち上がる。そう、この三大成功農家 NOY の人たちみたいに、そうか、学校は行ってなくても親とは違う農産物をやってでも20代で経営を始めて、そして農業を語るんではなくてお客様が喜ぶことだけを一生懸命やるっていう風な、まあ、この商業農家、ビジネス農家が僕はたくさん誕生することをね、まあ、切に願っています。はい、ということで、またまた長くなっちゃいましたけど、今回はですね、どうすれば未来の農家を育てることができますかっていうね、まあ、私もこれまでね、いろいろ思ってたことをちょっとまとめて発表させていただきました。まあ、いろいろね、賛否両論あると思いますけれども、まあまあ、あくまで、なるほど、山下が考えているのはこういうことだというふうにね、まあ、ご理解いただければありがたいかなと思っております。はい、ということで、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして、稼げる農業者になりたいという方のためにノービジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくはノービジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。